高橋ジョージです。このミュージカル自体は、直接見たことないんですけど、やっぱり名前を知ってて、大作というかこう名作なので、ちょっとこうプレッシャーはあったんですけれども、舞台が江戸に移すということで、ちょっと非常に興味がありまして、非常に驚き、また光栄だなというふうに思いました。で、非常に自分個人からするとロックンロールな時代が江戸時代じゃないかなっていうふうに思ってます。それで今回愛之助さんが主演ということで、愛之助さんの やられてる歌舞伎っていう名前自体がもうミュージカルじゃないですか。歌と踊りとそれで奏でていくっていう、こう人情もの。やっぱり江戸にはやっぱ人情がありますから、で、まあ、自分としては、まあ、その中でいろいろ幅のあるなんか動きというか笑いというか、そういうものができるんじゃないかなというふうに思っております。僕にとってはロックンロールです、はい。単純というわけじゃないですけど、分かりやすいストーリーなんですけど、そこにはなんかやっぱり人間の持つ喜怒哀楽っていうか、引きこもごもというか、今の時代を爆発するようなフラストレーションをバーンと飛ばしていけるような、まあ、お子さんからお年寄りまで見ていただけるようなミュージカルに、していきたいと思っております。ぜひ皆さんお誘い合わせの上、ご覧ください。